ダーティウィークエンドは1973年制作、公開 D のリージ監督によるイタリア・フランス合作映画であるイタリア式コメディの一作。本作は1973年イタリアの映画会社チャンピオンとコンコルディア・カンパニア・チネマトグラフィカが共同で制作1970年のリージの監督作結婚宣言と同様にルチエロマッカリ ベルナルディーの雑報にトリージの3人がオリジナル脚本を書き下ろして撮影した。アメリカ合衆国の映画会社メトロゴールドウィンメイヤーの配給で同年3月8日にイタリア国内で公開された。フランスではフォックスイコール MGM の配給で翌1974年10月2日に公開されている。日本では劇場公開されることはなく、 時期は不明であるが、アメリカ合衆国での公開タイトル英語、ダーティーウィークエンドをカタカナ表記した、ダーティーウィークエンドの日本語題でテレビ放映されている。2010年9月現在、日本での DVD 等のビデオグラムはリリースされていない。ありがとうございます。